ただいま。どうした？お前のうちだ、くつろげよ。なんだ、虫か。お高く止まってやがるな。学校じゃ浮いてて一人の癖しやがって。そうやってすぐにへそを曲げやがる。ああ、わかった。めんどくさい女だな。俺は利口だと言いたかったんだ。友達なんて意味はない。滅びと共にいなくなる。一人でいるのが正解だっての。憎らしい猫ね。もっと正直な女になれよ。俺のこと好きなんだろ。しっぽーとか言いながらよだれ垂らして追い回してたよな。垂らしてません。それで初体験の感想は？お前が銃を手にしてゴーとレンヤをやった時のだよ。嫌な言い方をしないで。おいおい、いい子ぶるなよ。快感だったんじゃないか。あの偉そうな占いをやるのは。教えろよ、どうだった？契約して最初に封じた魔法使いはあの男だった。要は覚悟の問題だ、お前のな。そんなこと言ったって、人に銃を向けるなんて。魔法の銃だっつってんだろう。魔法の出刃包丁と取り替えるか。それは嫌。撃った相手の悪いもんを直す。感謝されてもいいぐらいだ。でも俺来たぞ。約指示。君の方から呼び出すなんて珍しい。何の用かな。あの、その状況を聞きたくて。こんなところに呼び出さずと。敷島の格納庫に来ればいいだろう。ロボット、あまり見たくないの。そうか。汚染解除のパスワードはまだ見つからない。
今のまま騎兵に乗り込めば重郎のようになるだろう。汚染解除のパスまだ見つか、今のまま騎兵重郎のように。そう、無茶言わないで。人を撃つなんて。無茶言わない。人を汚染解除のまだ見つか、今のまま騎兵に乗り込めば重郎のようになるだろう。そう、無茶い人。こっちみんな間抜け、さーっと撃て。心配する。間に合わなかったら。心配するな。奴らが来るまでには見つける。間に合わなかったら。それでも騎兵で戦うしかない。勝てるとは到底思えないけど。何もせず滅びるわけにはいかない。少なくとも重郎は戦える。何か意見があるようだ。言ってみたまえ。何か意見言ってみたまえ。そんなこと絶対許せない。もっといい方法がある。問題ない、うまく作用してる。本当に怪我させてないよね。ああ、少しふらついてるだけだ。でも、もう次に合わせる顔がない。魔法の銃だぜ、心配すんな。撃たれた前後の記憶を曖昧にする。お前に会ったことも覚えちゃいねえよ。気がつく前にとんずらするぞ。待って。契約してすぐ。最初に封じた魔法使いはあの男だ。あまり言われた通りにやっただけ。言われた通りだ。あの至近距離から腕に当てるなんて、そんな曲芸を頼んだ覚えはない。でも腕だって体の内でしょ。当たればどこでもいいわけじゃないの。人選ミスか。当時じゃ意識が足りないな。先が思いやられる。
いいか、ガキの使いじゃない。契約を忘れるな。俺はお前の望みを叶える。その代わりにお前は俺の指示した魔法使いを撃つ。そういう話だったろ。体のどこでもいい、確実に弾を当てろ。失敗したら契約は白紙だ。お前も覚悟を決めたはずだよな。ええ、分かってるわ。おっと、そうだ。おい、今のうちにあれを確認しとけ。カバンの中に入れてんだろ。魔法の銃を見せてみろ。おい、カバン、魔法の、魔法、これ魔法でいいの？魔法の床に置いてよく見せろ。魔法の弾はまだあるな。いつ必要になるかわからんからな。常に確認しとけよ。魔法とか言いながらなんで銃なのよ。あ？魔法のステッキが良かったって？ピンクのひらひらスカートつけてステッキを振り回したいのか。銃でいいです。魔法使いを撃つための魔法の銃だ。まずい、あいつが来る。仕方ない。次の魔法使いは明日学校で教える。ジュロ、帰ってたんだ。薬師寺、遅くなったけどお夕飯作るね。いいよそんなの。夕飯抜きなんてダメよ。夕方は三口くんとラーメン食べた。育ち盛りにそんなのばかりじゃ栄養が偏っちゃうじゃない。ほっといてくれ。なんだ、また野球延長で映画遅れてる。十郎。
見られるとまずいから時間ずらして出てきてるのに出くわしちゃ意味がないだろう。明日からは一緒に出る？出ないよ。あ、よ、おはよう谷口くん。おはよう。あれ、なんか用かな？いえ、別に。何聞いてるの？ああ、これ英会話。へえ。冗談に決まってるだろ。洋楽ロックだよ。網口くん、成績いいから冗談に聞こえないよ。そうか。そうだ、今日さ、また遊びに行っていいかな？いいよ、別に。よかった。あと授業始まる前に自販機寄るよ。うん、放課後に。それで目当ての魔法使いはまだ現れてない。確認しておく。放課後になったらすぐに旧校舎の渡り廊下へ来い。いいな？ジュラ、ちょっといいかな？クラベ君、こっち。
話してくれたじゃない。それって冬坂さんもなかなか映画通だね。知ってるさ、あの映画は名作だ。きっと喜ぶよ。よかった。そりゃ確かにシリーズにはいろんな怪獣がいるけどさ、そこまで映画好きならこのドラマも気に入ると思うよ。どんなお話？有名なんだ、見たことない？面白いな冬坂さんは。この子がもし魔法使いだったら。薬師寺。あの子とは随分仲がいいのね。何言ってんだよ。それになんで一緒に住んでるのがバレると退学だから。学校では話さないって決めたろ。旧校舎から荷物運んでって先生に頼まれて行ったけど、あそこは夜だったらちょっとした肝試しだな。暗くて人気もないしな。不審者が出るって噂も聞いたことあるぜ。行かなきゃ、尻尾が待ってる。誰もいないよ。なんで隠れるの？ねえ。何やってんだお前。だって今あそこに。遊んでないで仕事だ。旧校舎の中にいる。今度の魔法使いは短髪の男だ。ボタンのない学生服を着ている。銃で撃って封印すればいいのね。そうだ。問題があるとすれば、そいつマジモンの鉄砲で武装してる。大問題じゃない。頑張れ、撃たれたら痛いぞ。鉄砲って本当に本物。
はよ行け。くれるかな。もういないじゃない。きっと間違えたんだわ。あんなにドタドタ銃を振り回しながら入ってこられれば誰でも気づく。隠れていたのね。お前はセクター3の、あの時の。そう、あなたが重郎の仲間だと言っていたものね。何をやってる。あなたには関係ない。お前の考えじゃなさそうだ。誰に利用されてる。利用されて結構よ。私は重郎のためにやれることをやっている。待てよ。
やったか。義兵が最後に戦っていたのはこの辺りだったはず。早く手当てしないと。そばにいてほしいんだ。頼むよ。暗いな。君の顔が見えない。どうして騎兵に乗ったの？こうなると分かっていたのに。君の大切なものを守りたかった君を守りたかった。ジェロ、騎兵一騎でここまでやるとは、狂気の沙汰だ。彼が、助けてください。騎兵に乗れば脳に深刻なダメージを負う。記憶が壊れ、最悪廃人だ。数分乗るのでさえ
致命的なのに。泉はあの苦痛に耐えて2時間以上も戦い続けた。すごい奴だが、わかるだろう。手をくれた。あなたも未来人。前に泉と同じ戦場で戦った。仲間なのに冷たいわね。彼を助けて、お願い。泉は頼れるやつだった。俺もとても残念だ。
そういえばこの前見た夢に芝くんが出てきたな。アンドロイドまで出てくる変な夢だった。うさみちゃん寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それでみょあの絵、今では網口くんは運動も勉、その実質には大変だ。十郎、網口のやつまた教室にいね。きっと学食だ。また家に大然だ。おっと、そういやまだ途中だった。そういえばこの前見たアンドロ寝てばかり。でもそれでごめん、用事が。うちは味貸せないんだよ。いおりちゃんもか。なんで買ったんだよ。みわちゃんごめんね。しょうがない、一人で帰るよ。そろそろ行かないと。私も行こうかな。みわちゃんまたね。またね。うん。何じっと見て。うん、なんでもないの。冬坂に避けられてんじゃん。スカートでもめくったのか。そんなことしないよ。どうだか。でも何なんだろう。網口くんの家に遊びに行くの連日だと迷惑。俺がゲームで遊そういえば冬坂さんって休憩時間とかいなくなるけど気になるのか。どこに行ってるのかと思って。沢渡たちの話によると保健室へ昼寝に行ってるらしいぞ。寝てるのか。後つけていって寝込みを襲うのか。そんなことしないよ。例のビデオじゃないけどハードな洋物ビデオ持ってきたぜ。洋画の SF なのに誤解を招く言い草だ。テレビドラマの続き、それも録画しといた。地球に逃げてくる宇宙人の回。それって円盤から橋の上に転送されるやつ。え、なんだ見てたのか。いや覚えはないけど。どこかで見たのかな。円盤が故障して地球に逃れ橋の上に。それ撮ってる時思い出したけど先週だったんだな。 UFO を見逃したのが悔しいぜ。1970遥か彼方の銀河が舞台に今も熱狂的。 UFO をならテレビ録画してビデオ貸そうか。お、ラッキー。3倍録画だから画質いまいちだけど。ビデオが趣味なら HG のテープ買えよ。学食行こうぜ。ゆっくりしてるとカバン忘れんな。学食ゆっくりカバン忘れんな。入れっぱなしだった。ダイモスの映画のチラシ。1900後にシリーズとなる第一作目の作品だ。この間話した
初代の怪獣ダイモス、今映画館でやってるんだ。行かない？それ筒子駅近く。それならレンタルして網口ん家のでかいテレビで見よう。よさがりだ。学食行こう。ゆっくりしてると。遠回りになるだろ。あっちの階段行こうぜ。おいおい、爆食い。あっちの階段。学食ゆっくりしてる。いねえな、網口。ちっしょん。ゲームやりそ。もしかしたら女子なら網口の居所を知ってたかもな。重郎、聞き耳立ててたじゃん、キサラギたちの話に。何か噂してなかったか？知らないよ。十郎くん。みなみさん、あのさ。どうしたの？いや、その彼はさ、いつまでいるのかなと思って。ああ、それね。いつまでってちょっと待ってさ、もう少しだけお願い。ああ、そうだ、急いでるから。この話はまた。誰子ちゃん？ご近所の南さんだよ。うちのばあちゃんと南さんち。意外に女子と仲いいよな。違うよ。これは僕の家の切実な問題なんだ。気ままなはずの一人暮らしはもうめちゃくちゃだよ。僕の生活はあれからどんどんおかしな方向に。やってたのか。いい匂いだな。起きた？すぐにお夕飯だから。お箸出してもらえるかな？話で寝てた。ありがとう。食卓へ並べて。わざとじゃないけど、これお揃いの目を飛ばしだ。変に意識しちゃうじゃないか。うまそうだな。一人の時はパンか外食だし、まともなご飯食べてなかったもんな。うまそうだ。一人の時まともなご。よしっと。
まるで新婚さんみたいだな。いや、妄想している場合じゃない。なんとか彼女を追い出さないと。じゃあいただきましょうか。顔色が良くないわね。毎晩夜更かししてビデオ見てるからよ。今日は早く寝なさい。同い年のくせに年上ぶってなんだよ。布団に入ったってどうせ眠れないよ。なぜ？君のせいじゃないか。私？私、君に何かしたかな？女の子とずっと家に二人きりだぞ。健全な男子高校生をどれだけ苦しめるんだ。やっぱり一緒に暮らすのはダメだよ。見つかると困るから？それもあるから。ともかく来月にはここを出てってくれ。はいはい。誰か来た。隠れて。いる？南さん。なんで勝手に上がってくるの？玉尾おばあちゃんとは君より仲いいからね。勝手知ったるお隣さんなのよ。それよりお願いがあるんだけど。驚いた。十郎くん、料理なんてするんだね。まあね。それでお願いって何？お願いというのはね。あら、南さん、ご近所だったのね。なんで出てくるんだ。クラスメイトの薬師寺さん。え、何これって。彼に何かご用ですか？いや、違うんだよ。これはその、夏野さん。ああ、入ってきて。お邪魔します。この家が残ってるなんて。誰？三浦慶太郎と申します。お願いというのはちょっと訳があって。彼を何日か泊めてあげてほしいの。え？あなたが玉尾さんのお孫さん？南さんとはどういう関係なの？部屋は空いてるし、おばあちゃんが帰るまでよ。薬師寺さんとのいやらしい状況も黙っておいてあげる。代わりに何も聞かず彼をかくまって。とにかく頼んだわよ。
あの、夏野さんは言っていますが。ご飯食べた？夕飯一緒にいかが？僕の一人暮らし高校ライフがどんどんおかしな方向に。網口くん、多分が、さすが話が、早いぜ。そんじゃ準備していくぞ。うさみちゃん、帰りにクレープ食べて帰らない？行きたいんだけど。まだ途中だった。またちょっと野暮用があってさ。残念。南さん、三浦君を家に連れてきたんだ。薬師寺だけでも問題なのに、僕の夢の日、めちゃく、センキュー、はるか、今もね、寝てばかり、でも、それ、うさみちゃん、最近、おかしいよ。大丈夫？なんだか、時々、辛そう。美和子はいつものまんまだ。何よ、心配してるのに。いおりちゃん、一緒に帰ろっか。ごめん、用事が。いおりちゃんの子、美和ちゃんごめんね。一人で帰るよ。網口くん、影から一目覗いてくか。乙女というか、ちょっと怖いよ。網口くんなら、外の自販機のとこにいたよ。校庭の休憩所？そうそう。そろそろ行かないと。私も行こうかな。美和ちゃん、またね。またね。うん。さてと、帰ろうかな。何？あの、ここではちょっと、あの、ここではちょっと、廊下で。冬坂にすっか、そんなことしな。どうだ、でも何なんだ。プリント森村先生。校庭の隅にあるジュース、冬坂さんの。1900のち寝てば、でもそれで、この間話した初代の怪獣大、今映画館で行かない？それツツジ、それなら網口よさがりだ。
そういえば冬坂休憩時間とか気になる。どこに？そう、保健室。寝て後つけて。そんな、ごめん芝君、プリントを持っていく。なんだよ、しょうがねえな。俺は網口を。どうしたの冬坂さん。あのね、君が前に話してくれた夢の話、あれはやっぱり本当の出来事だった。何それ。円盤が地球に発し、網ぐ運動、その実、あの今ではこのアンドロ、何の話だっけ。まさか覚えてないの？先週も話してくれたじゃない。ほら、銃撃戦の夢の話とか。銃撃戦？確か鳩場に逃げ込んで、クラベ君は撃たれて捕まったけど、私一人逃げ延びたって。それって殺人マシンを発明前に阻止するために工場を爆破したって話だっけ。思い出したのね。冬坂さんもなかなか映画通だね。 SF アクション映画のデスドロイド2でしょ。そういうシーンがあった。はあ、覚えてないみたいね。知ってるさ、あの映画は名作だ。クラベ君は映画だと思い込んでるけど、それも本当にあった出来事で夢じゃない。1900後に円盤が地球端の1900春、今もね、クラベ君、映画じゃないの。違うのよクラベ君、映画じゃ違うのよ。UFO ウォーも実際にあったこと？円盤なら私たちの足の下。まさか映画みたいに円盤に乗って戦うとか言い出すの？戦うのは騎兵よ。騎兵？大きなロボット、怪獣と戦うために作られたロボット、
そこまで映画好きならこのドラマも気に入ると思うよ。どんなお話？オムニバスで毎回違うんだけど、これは宇宙人が地球に逃げてくる話。橋の上に転送される最初のシーンが有名なんだ。見たことない？転送されたのは2089年のスミレ橋の上よ。言われてみればあのシーンの橋スミレ橋にそっくりだな。私だけだった。クラベ君は転送されなかった？いや、それはおかしいよ。僕はいたよ。転送されたのは君と僕の二人だ。あれ？これも映画じゃないのかな。ダイモスが本当に現れたら僕はきっと喜ぶね。よかったわね。もうすぐ街にたくさん現れる。ダイモスはあいつらの総称よ。ビルより大きいのから大型自動車サイズまでいろいろいる。そりゃ確かにシリーズにはいろんな怪獣がいるけど、面白いな冬坂さんは。本当に覚えてないの？クラベ君が話してくれたのよ。理科室の掃除の時に未来の銃撃戦を夢に見たって。理科室の掃除？もういいわ、ごめんね。最近学食の焼きそばパン数が少なくね？たくさん保健室にあっちの階段。